ようブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは、原神好きなあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。今日紹介したいのは、帰還期間の、3ステージ目、しかも難易度の4の難しくなってる方ですね。で、敵の出る方向が難易度2の時と比べて逆になってますんで、守り方も変わってくるんですが、一応キャラクターどのキャラでも大丈夫っていう設定でお伝えしたいと思います。まずマップがこちら。はい、こちらが図になります。マップこんな感じになってますね。で、1番と2番と、3番と、4番の地雷ストリートの写真をこの後見せていこうと思うんですが、置き方もありますし、ただ最終的に実践動画をこれから流しますので、そっちの方で細かい手順の方、解説聞いていただければなと思います。で、まず1枚目、これは水を前方、距離の短い水を前方を、で、雷と炎。で、雷は、やっぱ序盤入れたいんですね。なぜなら相手に、たくさんの人数にいっぺんに攻撃当たるんで、細かいやつの逃げを抑える効果が非常に高いんで、雷。で、2番目のやつなんですけども、ちょっとポイントが足りないんで、水を前方に置いて、雷を置いて、感電で倒すと。で、やっぱ細かいやつを逃したくないんで、雷は入れていきたい。で、回収期間も入れて、序盤の布陣を敷くのに必要な経費をしっかり回収していこうっていうところになります。で、こちらなんですけど、3番ですね。3番は、一応最終的にはこの4元素の黄金のところにしましょう。4つ置ける場所がないと作れないんですけども、これで。この布陣が固まれば、ほぼ右は抜かれないと思います。ただ、ちょっと心配だと思うんで、この3番の後方に1個地雷を置いとくと、安心かなと思います。で、次こちら、1番の写真の後列ですね。1の後列。ここは水と氷を1個ずつ置いといて、前方水で。で、それで相手を凍らせて動きを止めながら戦うっていうところも入れて、で、最後、ちょっと今地雷置いてあるんですけども、地雷ストリート、ここから始まってます。こんな感じで、直線がすげえ長いんで、4ステージ目とかででかいのが出てきた時に、これを使って、爆発、倒しきれなかったら後ろの方に逃げて、地雷を置いていくって感じで対応すると、絶対に倒せるって感じですね。地雷はコストが低いんで、こういうふうに使いましょうと。なので、1つ地雷枠っていうことで、やっとくといいと思います。だから、左の地雷にかかるのを待って、待ち構えてもう1個置くと。それでほぼほぼ倒せるんで。では、実践動画の方、最後まで見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、帰還期間の難易度4。で、これ3ステージ目ですね。難易度3の時はあっちからね、来るんですけども、こっちの建物側から今回は出てきます。で、今、950ポイントなんで、元素系のやつが3、4、5体置けますね。で、まずは射程の短い水を前に置いて、敵の水砲で動き止めたりとかする効果と、あとは感電。と、この元素3つでここは耐えてもらいましょう。過負荷かけたり、いろいろできる。で、こっちは2個しか元素攻撃系置けないんで、同じような布陣だとして、ここに雷、これ同じような布陣なんですけども、一応残った分で元素の回収も狙っていくって形で、一応まず最初はこれで。で、右の方がやっぱ手薄になりますんで、そこは自分こうやって見に来て助けてあげながら。で、こういうね、相手が氷シールドできてね、チョイス間違っちゃう時があるんですけども、一応、これでなんとか、動きは止めれますね。ノックバック、雷のスピードでノックバックかけながら。相手は溜まってくると危ないんですけども、同時に3体できる雷を置くことによって、それはカバーできるって感じです。はい。お触りなしでいけましたね。で、回収期間はやっぱね、右の方には足りなければ置いとく。で、これで回収期間は残しておきたい。で、記述は、婦人幻術はちょっと有利になると参考にならないんで、ここはランダム要素の、なくしていきたいと思います。で、まだ右の方が手薄ですね。で、婦人を完成させるには、4
つ必要なところがあるんで、ここを使っていきます。でここで同じような布陣で雷で、こっちにまだ火力あれポイント足んないんで炎で予備に、大事なのが予備にこの地雷を置いておきます。後で回収していいものなんですけども、とりあえず今の段階で予備で置いておきます。右の方はちょっと放置でいきたいんで、次左の方で、ここも一応まだ今置けるやつで、まあ、予備でこう爆発予備ね。で縦切り来ちゃいましたね、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、走り系が来る時のために一応予備で置いとく。うん、OK。じゃあこんな感じでポイントが溜まってきましたんで、こう必要なやつを置いておきます。一応予備爆弾が1個必要になくなったんで、を元素4つのこの黄金フルコースでちょっとここは耐えてもらうっていうので、大丈夫ですね。一応こういう布陣にしとけばとりあえず耐えれるかなって感じ。次は勇猛来た時のためですね。ちょっといろいろ見ていきましょう。勇猛は今回来なかったんでこのまま進めたいと思います。機関の建造可能数とかがね、上限増えるんだったら、あの上限増やして地雷を多めに置くとくと結構安心感は出ると思いますよ。で一応ここね、ここはもう回収期間がいらないかなっていうタイミングになってきたんで、こう改造で、まあ、ここ3つの火力スペースにして、うん、あとはこうやって地雷1個と、まあ、予備地雷1個と、まあ、凍結と火力コースと、うん、こっちも大丈夫そうです。4マスあるところであの布陣引けば結構耐えれます。だ左の方はね、まだ手薄なんで、ちょっと見て地雷置きつつ見ながらやんないときついです。で、バンカーとかも今回は避けていきます。で、この4ウェーブ目がでかいのが出てくるので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけども、そのでかいやつが出てくる中でも、左の方がこう、ハンターで足速いの出てくるんで、ちょっとそれだけ気をつけてください。あと危ないですね。ちょ今はなんか継続ダメージの方で死んでくれたみたいですね。で凍らせながら爆撃。でここはもう爆弾をね、多めに使っていくっていう感じで耐えてみてください。相手が爆弾で生き残るの前提で、この直線ルートで仕掛けていくっていう。右の方はかなり多めに置いてて、トラップも1個余裕があるんで大丈夫だと思います。右の方は123と1234と、まあ、予備の爆弾で耐えていく。こういう感じで大丈夫ですね。左の方はこの直線ルートも爆弾ルートなんで、最悪爆弾ルートで耐えましょうと。ここはもうこれで凍らせたり、カフカかけたり、蒸発かけたり、妖怪かけたりでいけるルートですね、右の方は。で、ラスト。このウェーブ乗り越えられれば、まあ、じゃあ、ユーモ来ちゃったんで、ユーモ使っていきましょう。なんか、この、氷の王者みたいに出てくるんですけども、これも右の方は元素まとまってるんで大丈夫です。左の方は、まあ、ちょっと少ないけど、火が少ないんでね、倒しづらいんですけど、爆弾があるんで、対応できます。もうここはもう爆弾を置いていくって感じでいいと思います。で、右の方は右の方でもう
しっかり足りてるし、予備爆弾1個あるんで大丈夫だと。で、爆弾。で、爆弾。もうポイントは潤沢にあるんで、もう爆弾ガンガン使っちゃってていいですよ。あっちはもう一応見ながら、動画なんで一応見ながら、多分大丈夫です。火力足りてますね、右の方は。左の方は、もうなるべく早い段階でもう爆弾で倒していきましょう。これが一番楽な方法ですね。爆弾で最後、この直線コースでやっていくと。こんな感じ。はい。で、ここはね、一応凍らせて敵の動きを、遅くするっていう効果を狙ってってはいるんですけど、別にそれは狙わなくても大丈夫です。で、こんな感じで挑戦成功ということですね。ポイントは688。ぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。